こんにちは、辻岡です。今回はね、最近みんなが楽しんでくれてるスプラトゥーンの動画でね、オープニング演出をしているものをちょっとね、集めてみました。見返しと思ったけど、僕最初の方のね、かくれんぼはオープニングのね、ネタ全く考えてなくて、いきなりね、かくれんぼから始まってましたね。みんなね、どのくらい僕のかくれんぼやスプラトゥーンの動画見てくれてるんでしょうか。もしね、まだ見てないなっていう動画があったら、左上の方にね、どの動画のオープニングか書いてあるので、よかったらね、スプラトゥーンの再生リストから本動画をね、見に行ってみてください。そして今回もね、未公開だったかくれんぼを一つアップしましたので、よかったらね、最後の方にあるので見てみてください。それじゃあまずはね、僕のオープニング集ご覧ください。こんにちは、辻岡です。今日はね、かくれんぼで遊んでみたいと思います。あれ？頭がクラゲになっちゃったよ。さあ今日はね、かくれんぼやっていこうと思います。こんにちは、辻岡です。さあ今日ね、フェスですが、かくれんぼの方ねやっていきたいと思います。お疲れ様でした。ちょっとね、体の色が同じだったので、なんかね、僕が描いた感じ。さあ行きましょう。あっちー、ほんと暑いっすね。最近の暑さやばい。暑すぎてね、冷蔵庫の中でバトルしたくはないかな。冷蔵庫の中でバトルしたら多分ね、3分も持たないと思う。かわいいね、でもこの絵。カチコチ。あの、氷作るところにイカちゃん潜っちゃったのかな。真四角でね、カチコチになっちゃってる。くそー、リア充め。リア充爆破しろ。こんにちは、土の子です。こんにちは、土の子です。今日から姫野ちゃんのね、足置きとして暮らすことになりました。なぜかちょっぴり気持ちよくて足がプルプルしちゃいます。なんでこれ上に上がるんだろうね。はぁ、踏まれてる。こんにちは、土の子です。今日も暑いね。僕もスイカバー食べたいよ。あのちっちゃいチョコが僕結構好きですね。こっちでは猫描いてくれてますね。猫好きの人はよして、僕猫大好きですよ。ピ、マルカチュウ。なんだろう、ピカチュウのピとカの間に丸が入るってことはピッカチュウかな。こんにちは、土の子です。これネタわかる人いるかな。なんかこうやってやってるとドラゴンクエスト4のデスピサロっぽくないかな。角がないし、ちょっと可愛いデスピサロだよね。でもお腹の部分は相当な再現度だと思うんだけど、ね、でもなんかずっと眺めてたら、ほんとなんかおっちゃんがベンチでなんかだらけてるみたいな感じだね。面白い。スプラトゥーンはいろんな組み合わせがあって面白いぜ。おお、僕の方式でかくれんぼ募集してる人いる。あれ、この人と僕かくれんぼしたかな。嬉しいね、嬉しいね。というか僕普通の本当にかくれんぼだからね。よし、ちょっとそうだねを押しとこう。そうだね。本当にね、僕がやってることってただの純粋なかくれんぼなんだけど、みんながね、面白いとこ隠れてくれるから、本当ね、動画として成立してると思ってます。いつもみんなありがとう。つつつつつつピト、僕たちずっともだお。スプラトゥーンの後はレッツスタディ。みんな宿題終わったかな。僕は小学校の頃、宿題はね、夏休みの最後の最後まで取っておく派でした。1ヶ月分の宿題をね、2日3日かけて泣きながらやってた覚えがあります。みんなは大丈夫かな。そろそろもうね、夏休み終わってる子たちもいるみたいだね。あ、鉄棒が美味しいんじゃん。あ、目が完全に目が串刺しになっちゃいました。はぁ、痙攣しちゃうよ。いてっ、はぁ、いてっ、はぁ、痛いけどなんだか気持ちいいんじゃん。ちょっぴり目がうるうるしてきちゃう。学校頑張ろう。みんなね、もう学校始まってますよね。休み明けだからなかなかね、体体調戻らないと思うけど、まあ徐々に徐々にね、慣れていきましょう。こんにちは、土の子です。うわー、真っ二つになる。こんにちは、プルプル土の子です。こんにちは、花束を抱えてる土の子です。生まれる。ブリ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 。はぁ、こんにちは、土の子です。あ、行かないで行かないで、勝手に行かないで、喋ってるのに行かないで。もう誰もいなくなっちゃった。顔半分だけ出さないで。
オラオラドカンかい。こんにちは、つちのこです。ジャッジ君、半目開けてるでしょ、これ顔が怖すぎる、寝てる顔がジャッジするとき結構可愛いのにね。寝顔が凶悪くてやべえぜ。はい、こんにちは、つちのこです。うわぁ、俺色に染めてやるぜ。こんにちは、飛び散るつちのこです。頭にキノコが生えてきたんじゃ。こんにちは、つちのこです。こんにちは、つちのこです。つつい、ずっともだ。お結構ね、オープニング最初の方はあっさりしてたんですけど、隠れ物後半あたりからそこそこね、みんなの反応が良かったので、楽しくね、オープニング作ってました。これからもね、ちょっとネタがどんどんなくなりつつありますけど、なんとかね、楽しくオープニング作っていこうと思うんで、よかったらこれからもね、楽しみに見てみてください。それじゃあ続きましてね、未公開の隠れんぼの方、よかったらね、ご覧ください。この時の隠れんぼはね、ちょっと通信関係でね、結構大変でした。さあ今回はね、みことさんと加藤くんが箱ふぐ倉庫で隠れんぼやってみたいと思います。さあ行きましょう、箱ふぐ倉庫。ここはどういう場所があったかな。自分の過去の試合を思い浮かべながら行かなきゃ。頑張ってね。あ、すげえ、ベルトコンベアだ。コンベアちょっと半開きになっちゃってるし、あれし、あの商品としてダメなんじゃないの、あれ。半開きになっちゃってる。さあ1分でもうほとんど塗られちゃいましたな。あれ、すげえ塗ってる。さあどこに隠れてんだろう。ブルン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 、いきます。よっしゃ。さあ、ベルトコンベアがあるんだね、あっちね。ベルトコンベアに、あそこ半開きの段ボールだけどいいのかな。ブルブル、武者震いが、武者震いが始まって、いきます。さあ見つける。うんちってやめてよ。誰だ、うんちって書いたの。こっち側いない。こっち側もいない。こい、端っことか怪しくない。いない。マジか、やべえ、思いのほか難しい。あ、いそうじゃねえここ。なんか今んとこいそうだったな。うわっ、こっちは違うか。ここは、あー、いない。どう、絶対この端っこ系だと思うんだけどな。いやー、わかんねえや。あれうわ、マジわかんねえ。もう探せるとこ探したよ。チリチリンって。絶望。マジでわかんなかった。どこだ？ということで次はね、回答編の方やっていこうと思います。どっち側に隠れてんだろう。今回本当で分かんなかったんで、すぐねスーパーセンサーを使いたいと思います。さあ、そんな近く、こっち、通信エラーになってた。スーパーセンサーで、よし、ちょっと場所、あそこ僕行かなかったっけ。どう、あそこ、あー、ここいや、あの端っこか。もう一人は、あそこか、これか。うわ、わかんなかった。普通に通り過ぎちゃうんだ、ここここかなるほど全然気づかなかった、通り過ぎちゃうんだはい、みんなありがとう、面白かったです。
カモンカモン。